どうも、ヒシャシグです。え、なお、もとき久々のアスレチックでございます。今回、室内の忍者パークというところにね、お邪魔させていただいてるんですけど、フィッシャーズパークでお世話になった方たちがいるところなんですよ。はい、子供ができるキッズエリアもあるし、ボルダリングのエリアとかもあるし、トランポリンもある。あっちにまたパルクールがある、飛び箱もある。いろいろと遊んでいきましょう。バランスコーススタート。こういったバランスをね、養うコースなんです。まあ一個人で見た時こんなにバランスの悪いグループいないからちなみにバランス自信ちょっとないなっていう人いますか？めっちゃおるやんそんなバランス苦手なの？これある体幹、あ、じゃあ長座体前屈。うん、これできないの？これそれバランス関係ねえよバランスそれ柔軟性だからバランスじゃない。このスタートからこの上をね、こうやって飛んでって、このポールをこういくと、ここだ、ここでゴール。いや、違う、お前履き替えてるじゃん。これ室内履きだからドじゃないのよ。中だ。いいね、いいね。まあ、そこはね、はい、そこからよ終わった。やってみて、いけそうだなと思った。いや、今日一クソだなと思った早いよ、今日一ペケタ行ってみよう。バランスエピソードある？いや、なんかみんなが話してる時に俺がパッと喋るとお前何言ってんのみたいな。会話のバランスが悪いんだスタート。ただね、俺高所恐怖症なんだよね。そんな高所でもないぜ。お、いいじゃん。また、あ、いいね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 。速度こそパワー。おー、パワーゴール。すごい体が大きいんで、うん、ぴったり保てれば絶対崩れないんですけど、あ、そうだ、ちょっとでも崩れたらすぐ落ちる。そうだね。スタート地味だな地味すぎる。いくぞ。はい。いや、これどうなんだろう。スピードでいった方がいいのかな。早いね。お、お、お、登ってあ、行った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 。おー、すごい。あ、お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 、よしよしよし、おー、おめぇ、いいいいいい、よし、よいしょー今危なかったね。あ、うまい、うまい。あ、惜しい。危ねえ今このタイミングでの既存あ、うまい、あ、うまい。おーし、いいね。ここ決めよう。おめでとうございます。ありがとう。おめでとう。あー、嬉しい。いいよ、いいよ、いいよ。うん、いっちゃう、いっちゃう。落ち着こう、そこで落ち着こう。おー、いいや、いいや。よーし、よ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 し、はい、俺も来たぞ。よし、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 よし。じゃあ、思い切りよく行こう。いいよ、いいよ。焦らずゆっくり、なだれ込め。よーし、クリアした。お、緊張した。緊張した。やったやった。やばいやばい。できたできた。やっと次いける。パルクールゾーンです。走るとかさ、飛ぶとか、なんか突くさ、一個一個の動作が面白い。おー、イエーイ。おー、あー、かっけー。こいつもできる。おー、い
手が先についた方が落ちないと思うけど、俺は安定するの足からってイメージ。頂きの景色。ああ登りました。うん、いいね。あ、頭打った今。おお、いった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 、いいね。おお、できたできたできた。もう久々なんですよ、緊張するわ。あ、おお、軽い。いいね。まだいく。あ、結構いける。すげえ。お、待って、結構飛べるようになってるかも。無限だ。距離伸びた。前より。いいね。俺ね、ジャンプ系苦手なんだよね。こっちの足で。この上げると同時に踏み込んで。あ、それ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 、グーってなったらこっちなしでここにこうやって引っ張って、そうそうそう、おー、ほらほらほら、素晴らしい、仕事が上手。ありがとうございます。パルクールのビギナーコースのなんかレースみたいなタイムアタックコースってのがあるからちょっとやってみよう。おで平均タイムが15秒台ぐらい、6秒台ぐらいだと忍者マスターみたいな。それではよーいどんでスタートして、こうやってって、ここ越えて、ここ越えて、でここで、あっちがゴールライン、ここ、ここ、いいね。元木忍者くん8秒台は越えよう。うわーむずそう。スタート。早っ。はい、オッケー。いや、十分早くね。7秒80。おぶねー。ペケタン忍者さあ。あいつも速いな。あー、そうでした。はい、ペケタンのタイム8秒45でした。惜しいな。ギリ、まあ、でも8秒台だからね。10秒を目指せ、ナオくん、スタート。いいねいいね。いや、いいよいいよ、早い。お、よいしょ。これいったんじゃない。ナホくんタイム9秒44。はい、クリアー。やりやがったー。マサイくんスタート。はい、9秒75。うわー、素晴らしい。準備のよろしくお願いします。おお、おお、6秒61。あ、よかった。おお、ナディーゴー。痛すぎる、痛すぎる、痛すぎる。忍者マスター、痛すぎる、痛すぎる、痛すぎる、ボロボロ、痛すぎる。ここに忍者マスターが隠れています。皆さん探してみてね。チッ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 。痛すぎる。忍者マスターだ。痛すぎる。痛すぎる。ジャイアントウォール。ジャイアントウォール。ビギナーは多分いけるから、インターメディエートでいきましょうか。皆さん2段目をつかむ。ナイス。オッケー。よー。おー。あー、いいね。ナイス。いい。エリートちょっとなんかやってみる。おい、絶対上いけた。金、はいはい、ダメつやつみたいな。マジか。あのアクロバティックなんだ。あなたたち3人にボルダリングをやっていただきます、はい、今から3人に最速で上のベル鳴らしたやつが勝ちっていうルールでゲームをやろうと思うんだけど、ボルダリングっていうのはスピードクライミング。ボルダリング、はい、ゴー。シュートだけだ、元気の順で。ナホ対マサイ、スタート。
ほー、おめでとうございます。キッズエリア、キッズエリア、キッズエリアね、特別な許可で僕ら入れることになったので、ちょっと遊んでいきましょう。よっしゃ。チビ忍者コースって言って、すごいね、なんかアクロバットな難しいコースがあるみたいな。あ、いいね、なんか忍んでるよ。いいね。ボルダーで結構来てる、来てる来てる。頑張って。さあ最後まだ登るよ。よし。ここほら上に。かあ、もう無理。ああ。無理よ。腕だいぶ来てるね。きついマジ。いやあ、ムキムキで育つはこんな埋めるな埋めるな。行くぜ。これはこう前腕。限界腕が。2019年の夏からやっぱり全然汗チケットないから体力がねえわ。ここに来るまでもう3時間ぐらい遊んでるんでね。生後3ヶ月に腕相撲負けるおお、なるほどねいいね、必死だね上はこうなってた。こっから上がってきました。あー疲れた。せーの、ファイヤー。楽しい。フィッシャーズパーク思い出す。どこに何作るとかさ、あの自分の体でこうやって実験してたじゃん、うん、あの時ってめっちゃ朝から晩までやってたじゃん、うん、あの時に似てる。本当動かない。今多分じゃんけんでグー出そうとしたら多分こうなる。人間が最初に形作る拳の形これゴリゲーカゴメカゴメ。調子乗ってんじゃねえ空手や。年季が違うんでハマー。キッズの皆さんにバキをおすすめしてみてください。男って最強を目指すでしょ。最強になりたいと思うでしょ。じゃあ見ろこんな熱烈なのに板垣さん待ってます居酒屋入ったらバキの話だけで8時間話せる。それ俺食らったことあんだよねえ、大来大祭ドリアン海王レロレロコロカロコロキャンディ。うわおお、あ、腕がダンクって大変だねキノピオみたいな声になってるお、あ、まだ覚えてる。いいねおお、競技用トランポリン。うぅ、すげえ。おお、めっちゃ飛ぶ。予想以上に飛んだね。おぉ、オブラこれ今日の風呂は気持ちいいだろうなトランポリンの後に飛び起こってできるかね。どうなんだろうね。ジャンプの角変わるじゃんね。なんか普通の床で飛べなくなるじゃん。そうだな。できんのかね。やってみようぜ。最後ね、こんだけ疲れ切ってますけど、あ、13段が設置されてるんで、うん、飛びましょう。よっしゃ。俺よりちょっと長いぐらい。うん、前回本当は20段飛ばさったんだけど、うん、なんか17段のやつでやめたんだけど、うん、そうだね、時間もギリギリだったからね。そう、時間めっちゃギリギリで、その日鬼ほどスポーツしたした6時間ぐらい。そうなんだよ。結構満身創痍だったんですよ、うん、しかもこの間と違ってトランポリンやった後、次回さ飛び箱の企画やるときはもう1日それにしたいよ。したいね、やってみたい。疲れ切っちゃってるから。トランポリンやって飛べなくても飛べるってことですよ。おはいやー。今日やった全エリアをこうやってこうタイム測ってやることもできる。へぇ、順調よくこうやってね、やってこれでやっときゃよかったねまあ、まあ僕から言えることはもうできないですトランポリンは後でやりましょう動画見てくれてありがとう。セガンベリー Twitter、インスタ登録よろしく。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。